フォークリフトでベッドごと持ち上げられ、2年半ぶりに外に出る。絶対に痩せてやる。大勢の人が救出劇を見守る中、僕はダイエットを固く心に誓った。僕の名前はラシャド、サウジに住む20歳。ラシャド、体を拭きましょう。いつもごめんね母さん。自分では歩くことすらできない極度のデブだ。出生時は標準サイズだったが、大きくなるにつれ体重が増加。ほら、たくさん作ったからいっぱい食べなさいね。はい、いただきます。高カロリーの食事と運動不足も災いし、僕の体重は恐ろしい勢いで増え続けていった。でかっ。一体何キロあるんだ。17歳で609キログラムに達し、体重を支えきれず、僕はとうとう歩行困難に。この体じゃ進学も就職もできない。なんでこんなに太ってるんだよ。ラシャド、私が世話するから心配しないで。ごめん母さん。僕は自分の肉体を憎悪し、自分自身に深く絶望した。だが20歳になった僕に転機が訪れる。なんと痛ましい。この若者を救ってやりなさい。は、陛下、アブドラ国王の人道的な計らいで治療が受けられることになったのだ。だが医療機関への搬送が大きな問題として立ちはだかった。びくともしない。担架で運び出すのは無理か。人力では僕の巨体を部屋から外に出すことすらできないのだ。そこで医療関係者を含む30名のレスキューチームが編成され、よし、持ち上がったぞ。そのまま慎重に下ろせよ。外壁を重機で崩し、フォークリフトを使ってベッドごと外に移動。必ず息子さんを無事送り届けます。よろしくお願いします。ラシャド、頑張るのよ。うん、絶対痩せて自分の足で歩いて戻るよ。待機していた救急車に乗せられ空港へ。これから一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。民間防衛軍の特別機で首都リヤドの病院に搬送された。最初のハードルをクリアし、いよいよ僕の減量作戦が本格始動。君の健康状態を徹底的に調べた上で治療方針を決めていくことにしよう。特注の車椅子で院内を移動し、次々検査を受けていく。心臓と肺の機能や筋力もかなり低下しているな。食事療法と運動、それから早急に脂肪除去手術もする方がいい。そうですか、よろしくお願いします。そうそう、君は1歳の時腫瘍摘出手術で膵臓の大部分を切除してるね。以降ホルモンを補うインスリン投与が君の肥満を助長した原因だろう。それじゃあ僕は。ここまで極度の肥満になったのは決して君のせいじゃない。これから一緒に頑張ろう。はい先生。それは劣等感の塊だった僕が初めて見た一筋の光明だった。治療方針が決定し、僕は早速脂肪除去手術を受けた。これはすごい量ですね。患者は体力が落ちている。迅速に進めるぞ。約 80kg の脂肪の切除に成功。この出来事は世界で注目を集め、我が国は今や肥満大国。肥満専門の医療施設を至急整えよう。彼が一日も早く健康になり普通の生活を送れることを祈っています。国王陛下から温かい言葉も賜った。医師から今後の治療の説明を受ける。手術は一時的措置だ。減量は今後の生活にかかってくる。僕、頑張ります。僕のためにここまでしてくれる人たちの期待を裏切れない。摂取カロリーも医師指導のもと徹底的に管理。たったこれだけ。いや、これも痩せるため。しっかり噛んで食べると満腹感が増しますからね。はい。焦らなくて大丈夫ですよ。落ちた筋肉を取り戻しましょう。はい。理学療法士のサポートで体を動かし、筋力増強にも励んだ。努力の甲斐あって3ヶ月後には150キロもの減量に成功。心肺機能も随分改善してる。すごいぞ。体が軽いし気分もいいです。この調子で頑張りましょう。はい。
半年後にはピーク時の約半分にまで体重が落ち、脂肪細胞の炎症も収まってきたね。ずいぶん筋力もつきました。健康体に近づくことで自分に自信が持てるようになった。そして3年後、317kg の減量を成し遂げ、僕は数年ぶりに歩くことが可能に。よく頑張りましたね。皆さんのおかげです。歩行器の助けは借りていたが、僕にとって大きな一歩だった。さらに1年後、元の体重の 88% に相当する 540kg の減量に成功。ラシャド、本当によかった。お前を誇りに思うぞ。父さん、母さん、ありがとう。自分の足での帰宅も果たした。あの救出劇から9年が経ち、今の僕の体重は 63kg。 ごちそうさま。少し散歩してくるよ。行ってらっしゃい。一昨年、たゆんだ皮膚の切除手術をして以来、ずっと 60kg 台を維持している。僕にチャンスをくれた国王陛下は数年前、神のもとへ旅立たれた。陛下、僕の姿ご覧になってくれていますか？だが、僕に手を差し伸べてくれた多くの人の存在をこの先ずっと忘れない。